もハーレマンヤです。夏休みに見てほしいおすすめアニメ紹介10選よいしょー。はい、ということですね、本日は久しぶりのアニメ紹介動画をやっていきたいと思います。ワンクールものから長編ものまで10作品おすすめアニメを紹介していきますので、夏休みに見るアニメの参考なんかにしてもらえると嬉しいです。そして8月中はアニメ紹介月間ということで、アニメ紹介の動画をたくさん上げていきますので、ぜひとも皆さん見逃したくない方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではですね、早速夏休みおすすめアニメ、まず1作品目は変態王子と笑わない猫。こちら2013年4月から全12話放送された作品で、原作は MX 文庫刊行の原点全13巻刊行されております。常にエロいことばかり考えている変態主人公の横寺陽とは、笑わない猫像というお供え物を捧げることで、自分のいらないと思っているものを他の世の中の誰かに勝手に渡してくれるという、そういう存在があるということを聞きつけ、そこに向かうんですが、そこに向かうと本音を引き取ってもらおうとしている、つつかくじつきこという少女と出会い、共に象に向かって、お願い事をすると、主人公の陽斗からは建前が、そしてつきこからは本音、すなわち表情が消えてしまうんですね。で、これによって建前が消えてしまった陽斗は、物欲がすべて言葉として表に出るようになってしまい、電気を消えた。数々の変態発言から変態王子のあだ名をつけられ、陽斗の建前をこれから取り戻していく、ドタバタでちょっとエチエチな日常を描いていくハーレムラブコメ作品となっております。月子と陽斗のやりとりが最高に面白くて、建前が消えてしまったせいで変態な言動を抑えきれなくなった変態主人公に、表情を失って無口な表情の月子がですね、基本的には振り回されながらも時には、振り回す、そんなですね、2人のこのなんか絶妙な関係がすごく見ていて面白いですし、何よりも月子がマジで可愛い変態さんですねなんて言いつつも、少しだけ乗り気な感じが癖になり、無表情であるからこそ言葉や仕草の一つ一つに感情が乗っていて、愛嬌のある可愛さを本当に月子は持っているんですよね。そして小倉優さんが歌うオープニングも非常に中毒性があって、本当に萌えアニメの中でもトップレベルでこの作品に合った楽曲になってると思うので、月子を本当にはじめとするさまざまな美少女たちに囲まれて囲まれるようなラブコメが見たい方はぜひともこちら見てみてください。続きまして、夏休みのおすすめアニメ2作品目はギルティークラウン。こちらの作品は2011年10月から全22話放送された作品で、オリジナルアニメとなっております。10年前に飛来した未知のウイルスによって起きたロストクリスマスと呼ばれる大事件のせいで無政府状態となってしまった2029年の日本が本作の舞台となっていて、無難に生きる高校生大間柊はある日、ゆずりは祈りという一人の少女と出会うんですね。そして祈り派は柊が憧れるアーティストエゴイストのボーカルであり、同時に GHQ に対抗するレジスタンス組織葬儀社のメンバーでもあり、葬儀社と関わっていくうちに柊はとある能力に目覚め、争いにどんどん巻き込まれていくといった感じの SF バトル作品となっております。ギリクラはですね、すごく人気な作品だと思うんですけど、主にこの作品ですね、大きく3段構成になってるアニメでして、最初はめちゃくちゃかっこいいバトルシーン、本当に誰もが見入ってしまうような手に汗握るバトルシーンに圧倒され、そして中盤あたりでは柊が力をどう正しく使っていくのか、そんな葛藤が描かれ、で最後はもう大号泣。そんな感じのですね、大きくもう綺麗にこう3段構成になっているので、まあ、見ていてこう飽きることなく、本当に最後まで駆け抜けるかのように楽しむことができるんですよね。でも言わずもがなオープニングやエンディングに関してはもちろん最高ですし、もうね、なんといってもエゴイストが奏でる劇中歌も最高なものがありますので、というかですね、本当にもう最高すぎてもう大発狂、もう本当に発狂してしまうので、見たことがない方はぜひともギルクラ見てみてください。続きまして、夏休みおすすめアニメ3作品目はリコリスリコイル。こちらちょっと本当にね、まあ異例なんですけど、おすすめさせてください。はい、ということですね。というのもこのリコリスリコイルは現在2022年夏アニメとして絶賛放送中の作品でして、まあ、若干ね、あのレギュレーションから、ずれてるんじゃないかっていうちょっとツッコミも何人かあるかもしれませんが、でもさ、もう見てる人紹介した方がいいでしょ、絶対に。このタイミングでやっぱりね、このリコリスリコイルだけは本当にこの夏、今からでも第4話まで、最終話までに追いついてリアルタイムで皆さん一人でも多くの人に見てほしい。本当にそんなね、超おすすめ作品でして、おそらく本当にこの2022年アニメの本当に派遣候補、本当にその今後のアニメ史にももう残る作品になると言ってもね、過言ではないんじゃないでしょうかね。というかもう見てる方ならもう
お分かりですよね、本当にそんな作品だというのは。舞台は犯罪を未然に防ぐ秘密組織 DA とそのエージェントである少女たちリコリスが存在する日本が舞台となっており、歴代最強のリコリスと称されるエリート千里と優秀だけどどこか訳ありのリコリス井上滝名が働く喫茶リコリコを中心とした2人の少女のデコボココンビのはちゃめちゃな毎日が始まる、かけるとんでもないバトルアクション作品っていった感じの作品で、もうまずはね、何よりこの2人がマジで可愛すぎる、その細かい仕草とかね、表情で、たとえその音声音がなくてもそれぞれのね、このキャラクターの性格とか雰囲気がよくわかる作画も本当にすごく、いいですし、そしてですね、それに加えてやっぱり声優さんの演技の、もう演技もいいし、そしてハマり具合もいいね。そう、ハマり具合がやばい。1話30分見た後の満足感、満足度っていうのがありえないほど高いんですよね、この作品。現時点で放送されてる4話で本当に言い過ぎってほどでもなく、1話の中で3から4シーンぐらいは必ず名シーンが今のところ生まれてるんですよね。マジでその何十回もね、同じシーンを見てしまうんだよね、この作品。魚チンアナゴ。そしてですね、なぜこの作品を今、絶対に絶対に絶対にリアルタイムで追ってほしいのかというとですね、この作品実は、さっき言ったかな、オリジナルアニメなんですよね。そうなんですよ、オリジナルアニメということで原作が存在してない作品なので、この世界の本当に、まあ、制作人の方以外誰もストーリーのね、この先の展開を知らないからこそ、ファン全員が一致団結して同じね、あのベクトルで楽しんでる感っていうのが本当にたまらない作品なので、絶対にね、このリコレスリコイルは、リアタイで今この夏一緒に、僕と一緒にみんなで追っていきましょう。マジで時代を作っている作品だと思いますので、今のうちから皆さんウォッチしてみてください。魚チンアナゴ。続きまして、夏休みに見てほしいおすすめアニメ4作品目は、続けじゃない響けユーフォニアム。こちら第1期が2015年4月から全13話、そして第2期が2016年10月から同じく全13話放送された作品で、中学時代に吹奏楽部だった久美子がクラスメートの葉月、サファイア、そしてかつての同級生レイナらと共に吹奏楽部での活動を通してかけがえのないものを見つけていく、そんな本気でぶつかる吹奏楽少女たちの青春物語、そんな感じの作品でして、これね、本当に部活をやっていた人ほど間違いなく響く作品でして、その部活あるある的なですね、まあ、すごくこう共感できるシーンも多くて、でこれがね、またなんか全国大会とかね、こう目指していたりとか本気でやっていた、本気で部活に取り組んでいたり、してる、人ほどこうね、すごくこう刺さるところは多い作品なのかなと思っていて、本当にですね、リアリティもすごくあって、そして何よりですね、この久美子たちが、大きな大会や、大きな壁をね、乗り越えていく様に本当に勇気がもらえる作品です。そしてですね、演奏シーンも圧巻で、どの楽器もね、この音に合わせて指がね、ゴリ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 動くんですけど、多分あれね、本当に実際にもうなんだろう、この実際のものとも同じ動き、ほぼ全く同じ動きを実際に作っていて、まあ、結構ですね、こういうまあ演奏のシーンって、まあ、静止画をね、こう使ったり、まあ、ちょっと簡単にこうスローで流したりとか、まあ、あとあえてね、この手元をまあ映さないようにしたりとかして、こう作画コスト的なことをね、的なところをこう減らしたり、してくる作品が多いと思うんだけど、まあ、やっぱね、さすが京アニ、あのね、春日のゴッドノーズを、まあ、作っただけ、もう文句なしの、京都アニメーションの本当に最高傑作ですよね、このユーフォニアムは。もうマジで最高ですね。皆さん、ちょっとこれね、意外と、京アニ好きの方でも、このユーフォニアム、毛嫌いしてる人は毛嫌いしてる、そんなタイプな作品な気がするので、まず一度、1話見てください。もうね、止まらなくなります、本当に。夜も眠れずに、もうね、夏休みの、たまらないです。魚チンアナゴ。続いて、夏休みおすすめアニメ5作品目は、空よりも遠い場所。こちらの作品は2018年1月から全13話放送された作品で、オリジナルアニメとなっております。南極に向かったまま帰ってこない母親を追うために本気で南極を目指しているしらせを中心とした4人の女子高校生たちが、様々な試練にぶつかりながらも南極を目指していく模様をリアルに、なおかつキラキラと描いていく青春冒険作品となっております。この作品で言いたいことはただ一つ、マジで泣けます。はい、マジで泣けます。特にですね、12話のタイトル回収&全てが判明してしまった、あの瞬間に関してはですね、いやもう
なんだろう、もうこの話をしてるだけで本当にね、こう鳥肌が立ってきますし、南極と女子高生というですね、ミスマッチな設定がいい意味でこの期待みたいなのを、いい意味でね、いい意味で期待みたいなのを裏切ってくるんですよね。まあ裏切るというか期待を超えてくるって感じかな。だって皆さん想像してみてください。本当にこの南極なんてさ、もう学校の教科書にまあギリギリ載ってるか載ってないかぐらいのね、そんな感じの場所なのに、あたかも実際にこう南極に行ってるかのようなね、もう本当になんだろう、絶対に南極ってこんな感じだよねってぐらいにこうで、行くとしたらこんな感じだよねっていう、その南極に行く追体験がね、実際にできてしまうほど、この細かい設定周りっていうのは本当に素晴らしいものがありますし、僕のね本当に語彙力だけでは表現しきれないほどの涙あり、友情あり、笑いあり、そして余韻ありのですね、もうここまで多くの感情が詰め込まれた作品っていうのは他にはなかなかないと思いますし、まあ、よくですね、僕このよりもいち作品、まあ、アニメ紹介の動画とかで紹介するんですけど、やっぱりですね、紹介した後は Twitter の DM とかで、まあ、前話よりも見て泣きましたみたいな、ね、感想もいただけるぐらい、もうみんなに愛されていてですね、本当にアンチゼロとまで言われている作品なので、もうとりあえず見てない方はね、つべこべ言わず、とりあえず見てみてください。本当に南極っていうところでね、なんかこうちょっと涼しくもなれますし、あのこの夏もう涙を流して、なんかいろいろストレスとかね、あのいろいろあの某ウイルスとかによって溜まってるストレスとか発散したい方は、ぜひともねよりもい見て、もうたくさんたくさんストレスを発散しましょう。魚チンアナゴ。続きまして、夏休みおすすめアニメ6作品目はノーゲームノーライフ。こちらは2014年4月から全12話放送された作品で、原作は MF 文庫刊行の全11巻刊行されております。全てがゲームで決まるという異世界に召喚された天才ゲーマー兄弟の空と白空白が、一癖も二癖もあるゲームに挑み、神をも凌駕するような奇想天外な方法を駆使してゲームを攻略していくゲーム、異世界ファンタジー作品となっております。まあ、このねノーゲームノーライフに関しては、おそらくね、あのこのチャンネル、この動画を見てる人で、あの見てない人を探す方がね大変なぐらいの作品なので、まあ、今回僕からね、もう一度、このタイミングであの見直しませんかというね、そういうご提案のあのアニメ紹介になりますと。で本当にね、もうなんで2期来ないんですか？あの何年これを言い続けるのか分かんないですけど、あと1年以内にはおそらくね2期の発表もあると思いますので、皆さん今本当にこの夏、もしねまだ見てない人がいたら見てもらって、でもうすでに見てる人は、2期をお祈りするためにもう1回見てね、あのノーゲームノーライフの本当に2期やれよっていう、そういうねなんか応援の声を再生、あのアニメを再生することによってみんなで届けていきましょう。魚チンアナゴ。続いて夏休みおすすめアニメ8作品目は、そのビスクドールは恋をする。こちらは2022年1月から全12話放送された作品で、原作はヤングガンガンコミックス刊行の全9巻刊行されております。ひな人形職人を目指している男子高校生の主人公と、コスプレが大好きな同級生ギャルのコスプレを題材にしたラブコメ作品となっておりますと。でこちらもね、本当に間違いなく近代ラブコメの本当にもう最高峰的な作品でして、まあもう間違いなく2022年、アニメの本当に派遣候補っていうか、まあ派遣ですよね、これに関しては間違いなく。作画もめちゃくちゃ丁寧ですし、何よりもうエチ、何よりあのいろんなところがエチ、本当になんか細かい表現みたいな方のこのなんか表現技法みたいなところのエチさもあるし、もういわゆるエチエチさもあるし、もういわゆるエチエチさもあるし、本当にね、いろんなこのなんだろうね、あの繊細さ、いろんな繊細さが随所随所に見られる、そんな作品でですね、最近ちょっとこのラブコメアニメがわかんないけど、本当にそれこそ青豚とか以降、青豚、まあ俺ガエルとかあの辺はあったけど、新作アニメでこのラブコメアニメでね、あまりこうラブコメとか恋愛系の作品でこう引いてた作品出てなかったので、いやこのね令和の時代2022年一発目にね、本当にとんでもない作品が出てきてしまいましたので、いやこれはね本当に俺の歴代ラブコメ、とかハーレム作品、ラブコメハーレム作品の中でもね、本当にトップ10には絶対入る、でトップ5にもおそらくね、ちゃんとちゃんと出してないから入ってますっては言いたくはないんだけど、おそらくトップ5にね本当に入ってるような本当に素晴らしいラブコメ作品なので、絶対にまだ見てない方はキセコイね、もうキセコイもう最高なので、もうマリンちゃんが
たまらん。魚チンアナゴ。続いて夏休みおすすめアニメ8作品目はトラドラ。こちら2008年10月から全25話放送された作品で、原作は電撃文庫刊行の全13巻刊行されております。目つきが鋭くヤンキーに見られてしまうことを気にしている高須隆二と、手乗りタイガーと学年でも名の知れている逢坂タイガーの2人を中心とした青春学園ラブコメ、そんな感じの作品で、基本的に仲の悪い2人なんですけど、お互いの恋を応援し合うという珍しい切り口を皮切りに、まあやっぱね、この喧嘩するほど仲がいいと言いますし、徐々にこのお互いのことを知っていく、このね、なんか絶妙な距離感の変わり模様っていうのが本当に綺麗で、まあ綺麗というかね、本当にこの心理描写みたいなのを描くのがめちゃくちゃ、うまい作品なんですよね。そして2クルメの圧倒的な、ね、破壊力のあるストーリーには本当に打ちしびれますし、さすがは岡田真理さん脚本といったですね、ドロドロでガッと引きずり込まれる展開だけども、どこか綺麗さもあってまとまりがあるというですね、本当に美しい恋愛作品なんですよね。恋愛アニメの最高傑作、ぜひとも堪能してみてはいかがでしょうか。魚チンアナゴ。続いて夏休みおすすめアニメ9作品目は、宇崎ちゃんは遊びたい。ちょっとラブコメアニメがね、多くて申し訳ないんですけど、宇崎ちゃんは遊びたいです。ひねくれぼっち大学生の主人公と宇崎川系の後輩ヒロインの2人の大学を舞台にしたラブコメ作品とまたまたなっております。ここまでもね、何作品かラブコメ系の作品紹介してきたと思うんですけど、今言ったようにですね、この作品大学生を舞台に、大学が舞台になっておりますと。なのでですね、その癖の強い2人を中心に、やっぱりこの大学生ならではのお酒話とか、こうね、まあ、ちょっとかなり遠出にこう遠くにね旅行しに行ったりとか、そこで泊まったりとか、こういうねちょっと大人っぽいね、要素が入っていたりとか、ギャグ多めのラブコメ的なところも多くてですね、本当になんか全てのバランスがめちゃくちゃちょうどいい作品なんですよね。なぜ宇崎ちゃんは先輩にうざがらみをするのか、なぜ宇崎ちゃんは先輩のことが好きなのか、なぜ宇崎ちゃんは巨乳なのか、なぜ宇崎ちゃんは巨乳なのか、本当にですね、これらの設定がすごく密にね、こう練り込まれてるおかげで、大、部分の大枠のね、このギャグ多めの、ここの部分はしっかりと楽しむことができるんですけど、こういうねラブコメ的なところが、このラブ要素がね好きなオタクからすると、このイチャイチャ具合ももう素晴らしく、本当になんだろう、めちゃくちゃこうクオリティがどうのこうの高いとかってわけじゃないんですけど、本当にね全てがいいんだよね。こう五角形にした時のバランスがすごくいいラブコメなんだよね。だけどめちゃくちゃこう制作人の愛とか詰まってるんだよね。なんか一言で表すなら、なんか生きてるラブコメって言ったらいいのかな。うん、なんかねいいんですよね、本当に。うん、絶妙なんだよねこの作品も。また本当に2人のねやり取りがマジでもう幸せな気持ちにしてくれる作品なので、まだね見てない方ぜひ見てみてください。2期もね、放送がこの後秋からね、2期の放送も始まりますので、絶対に宇崎ちゃんは夏のうちに見てない人は見てみてください。魚チンアナゴ。ではですね、夏休みおすすめアニメ最後の作品は、政宗くんのリベンジです。こちらは2017年1月から全12話放送された作品で、原作は月刊コミックレックス刊行の全11巻刊行されております。内容といたしましては、デブで冴えなかった主人公の政宗が8年前に振られた美少女の新垣亜紀に復讐するため、名字を変え激痩せしイケメンになって転校してきて、新垣亜紀にリベンジをしていく学園ラブコメディ、いわばリベンジラブコメの先駆け的な作品となっております。いやー、もう本当にね、政宗くんのリベンジ、前回というか今年のねエイプリルフールで唐突の2期の発表がありまして、おそらく、今回の2期で完結するじゃないのかな。あれそうだよね、11巻しかないから、おそらく今回の2期で完結します。ちょっと急ぎ目におそらくやって完結するか、もしくは最後の最後は映画化とかでね完結すると思います。はい、この作品も間違いなくこの2期がね熱望されていた作品、この発表されるまで2期が熱望されていた作品ランキングトップ5ぐらいにはおそらくね入ってる作品だと思いますので、ぜひね本当にこれ夏見といてくださいね、皆さん見てない人は。そして一度見てる人は今のうちに夏休み中に復習しておきましょう。いやでもね、俺なんかちょくちょくこの作品見てんだよね、意外と。そう、なんかちょくちょく見たくなっちゃうんだよねこの作品ってくらいね、癖のある作品なので、ぜひとも見てみてください。魚チンアナゴ。はい、
い、ということでいかがだったでしょうか。今回はこの夏絶対に見てほしいおすすめアニメ紹介ということですね、全10作品を紹介させていただきました。ちょっとなんか久しぶりのアニメ紹介だけあってね、こう俺の好きなねラブコメとかハーレムアニメ系の作品が多かったかもしれませんが、ちょっとそこは、ご了承いただけますと幸いでございます。ちょっと好きが久しぶりのねこういうアニメ紹介動画で好きが溢れてしまいました。皆さんの、この夏いろんな人に見てほしいおすすめアニメなんかもね、コメント欄に僕と同じようにどしどしお寄せください。そしてですね、冒頭でもお伝えした通り8月はアニメ紹介月間ということですね、アニメ紹介の動画をたくさん上げていきますので、もしねこういうアニメ紹介の企画久しぶりにやってほしいとかね、こういうアニメ紹介やってくださいとかあったら、そこら辺もね企画の提案どしどしコメント欄にお待ちしております。そしてねアニメ紹介月間見逃したくない方はチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。ということでそれでは今日これでごきげんよう、次回のアニメ紹介動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。ぜひねリコリスリコールだけは今この瞬間もう見てください。もう今戻って見て、もう今戻って見てね。ちさたがやってきました。